ど、これは一応シーフードグラタンってやつです。黒焦げでも食べられないことはない、なんてわけないよね。お兄ちゃんごめんなさい。美味しいお料理作ろうと思って、慣れてないのに挑戦したらこうなっちゃって。いつもはこうじゃないんだよ。もっと簡単なお料理だったら綺麗に美味しくできたんだから。例えばお茶漬けとかそういうのだったら。本当なんだから。ああダメ、無理して食べなくていいよ。そんなの食べたらお兄ちゃんお腹壊しちゃうでしょ。これはもう捨てちゃうね。でもお兄ちゃんありがとう。失敗作でも食べようとしてくれて嬉しかったよ。だけど困ったな。もう7時近いよね。ご飯どうしようか。やり直せばちゃんとしたもの作れると思うんだけど、さっきので冷蔵庫の中身使い切っちゃったしな。今からお買い物に行っても料理が出来上がる頃には真夜中だろうし。あのさ、こうなったら外食に行かない？外食デートどうかな。たまにはこういうのもいいよね。美味しいものが食べたいな。もちろんお兄ちゃんがご馳走してくれるよね。やったー、お兄ちゃん素敵。せっかくのデートなんだからおしゃれしていかないと。何着ていこうかな。そうだ、お兄ちゃん聞いて、この前駅前にすっごく可愛いブランドのショップがオープンしたんだけど、そのオープンセールでお洋服たくさん買っちゃったんだ。今日のお洋服はその中から選ぼうと思うんだ。お兄ちゃん手伝ってくれる？どんなお洋服を着てる女の子を連れて歩きたいかって視点で選んでね。ちょっと待ってて、今買ったもの全部持ってくるから。